何世代にもわたって築き上げてきたインフラや生活を破壊し続けていると訴えました。さらにロシアの2回戦闘機テロリストからウクライナの空域を守ってきた。ミサイルは爆弾や爆撃もない人道的な空域を作ってほしいと述べて、2国内の上空を飛行禁止に設定するよう改めて NATO 北大西洋条約機構に。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続く中、東京・港区にある教会でもウクライナ正教会の呼びかけで祈りの集会が開かれ、ウクライナ出身の人がその人の姿を見て大変になりました。ウクライナ出身の人が踊りました。ロシアの激しい攻撃を受けた